朝芸、田中将大は楽天対談濃厚、移籍先は中日が一番だが、力の衰えを考えれば、年俸1億円でも高い。とはいえ、その金額ではマー君のプライドが傷つけられる。親会社の経営状況が良ければ1億円から大幅な上乗せも可能でしょうが、楽天本体の経営が苦しいですからね。来期の契約が合意に達しない可能性は高いでしょうね。となれば、他球団への移籍が濃厚だが、さすがにメジャー復帰の道は閉ざされている。日本球界復帰後3年間の成績を考えれば、パ・リーグで通用しないことは明白なだけに、残る道はセ・リーグ挑戦しかない。本来なら、球場が広くて本塁打の出にくいバンテリンドーム名古屋を本拠地にしている中日が一番。ところが、中日には資金がない。巨人かヤクルトあたりならそれなりの金額を用意できるでしょうが、本拠地とすると東京ドームも神宮球場も狭い。今季以上に本塁打構成の餌食になる可能性が高いですね。生き残る道は想像以上に厳しいと思います。あと4勝なら楽天で契約するに決まってるじゃん。2億くらいならオリックス来てほしいわ。どうせ去年の吉田と今年の山本のポスティング量でただみたいなもんやしな。広い球場なら勝てるという風潮。とりあえず中日って書いとけばええと思ってるやろ。阪神でええやん、西も大竹も防御率爆下げやで。とりあえず中日はゴミ捨て場ではないと言っておきたい。パーフェクトリーグでは通じなくてもセカンドリーグなら通用するだろうって観測。7000万でハマスタやなホームラン出にくいで。涌井返すからまあもらうでの精神。ご視聴ありがとうございました。